預けてた。私も預けてたけど。でしょ？うん。だから、実際わかんないよね、うん。え、その預けたやつってどうなってんの？え？そりゃもう、うん、私たちを、うん、育てるための。あ、ね。そう、もらった分回収されてるだけだ。はい、ちょうだい。はい、一旦預かるからね、つってこう。そうだよね。小さい頃ってさ、うん、これは将来のために貯金しとくからって言われてた気がする。うん、言われた。言われたよね。うん。どこに貯金してたの？なんか私は口座に振り込まれてるもんだと思ってたけど。私も将来、なんかもう私の口座があって、いつか渡されるもんだと思ってた。うんうん、渡された？渡されてない？あれ？渡された？うん。嘘！別の、あるよ。え？なんか、いつの間にかできてた口座があるよ。何それ？それ使いなさいって言って。ええー！めっちゃいい！いや、別にね、そのお年玉分しか入ってないよ、でも。もちろんもちろん。うん。うちはお年玉はちゃんと、三河氏の元に戻ってきてるの。うん、戻ってきてる。戻ってきてる人なんてこの世の中に多分1割もいないよ。そんなバカな！いないって！何のためのお年玉だよ！いないよね、ちょっと。だってそれがないと、ね、母ちゃん回せないじゃん！だから、戻ってきてないから私は一生懸命働いてガチャを回してるんだよ、うん、なるほどね。はい。まあ生きる糧にはなってる。そうだね。うん、ちゃんと循環してる。循環してる。ちゃんとね、生活費にはなってたし。そうなってる。私たち育ててくれるためのご飯になってたし。そう、みんなもね、うん、あんまりお母さんたちのこと、あの時のお年玉どこ行ったのとか聞かないように、うん、なるほど、勉強になった。よろしくお願いします。これから私がもし親になったら回収しよう。なんてことだ。一旦回収しよう。では、うん、今日もメッセージを紹介していき。